1894年に建設された東京キリスト教青年会、海関公益財団法人東京 YMCA、旧称、東京青年会また東京キリスト教青年会は、1880年に設立された正教派のクリスチャンの組織で、現在の法人格は公益財団法人。日本における最初のキリスト教青年会である。1880年5月に会長を尾崎弘道、役員に伊深梶之助、田村直信、上村正久が選ばれて東京青年会が結成された。浅草の伊勢村牢を会場として利用していた。当時、メンバーは20代の青年で、そのメンバーのほとんどが後にキリスト教会の指導者になった人々であった。結成以来の超教派的な働きを支えてきた。今日、日本 YMCA 同盟として、日本各地35カ所で活動が行われている。結成の際に、尾崎弘道は、ヤングメンズクリスチャンアソシエーションを、キリスト教青年会と訳した。これが、青年という日本語の最初であると言われている。青年会が結成された年の秋に、国雑誌を創刊した。これは、キリスト教会の総合雑誌の草分けとして高く評価されるようになった。その趣旨は、超教派でキリスト教を研究して、修身の道を講じ、世の誤謬を明らかにして、キリスト教の真理を世に公にしようとするものであった。その後、1883年に創立された、キリスト教系の出版社形成者に、国雑誌の発行を引き継いでいる。ありがとうございます。